はい、どうもエルザです。それでは原神やっていきたいと思います。さあ、今回はメインクエスト進めていきたいと思うんですけど、仙人を迎えるということで、次の神様に会いに来ました。岩神だね。さあ、やっと着いた。結構歩いてきて、前回のモンドがここあたりなんだけど、ここからずーっと降りて降りてという感じだね。いや、さすがに遠かったね。ということで行きましょう。まあね、戦闘音楽とかも全部変わってて、なんかそのあたりは新しいマップ来たなって感じだね。橋もでっかいな。これはまた広いところ来たね。お、ここかな。元神に会いたいならチャンスは一年に一度きりだぞ。銀遊野郎が教えてくれなかったら今年の七星ゲーセン儀式は見逃すところだったな。そうだね、馬車馬この辺りとして時間知ってる？今日かもしれないし、明日かもしれない。せっかくリーユエに来たんだから、ここの人たちに聞いてみよう。あ、そうだ、元神モラクスだけど知ってるか？オイラたちが使ってるモラはその神の名前が由来なんだ。へえ。ってことは金も司ってるのか。オイラたちみたいなよそ者がリーユエで元神の名をそのまま呼んだら、すぐに無礼なよそ者扱いされるから気をつけろよ。だからここはリーユエの人たちと同じように元王帝君って呼ぶようにしとけ。元王帝君か。まあでもお金はありそうなところだもんな。こんな階段きついよねこんな階段はな。七星ゲーセン儀式ね。確かに言われてみれば今日だったかしら。元王帝君が毎年神託を下し、この先1年のリーウェイの経営方針を導いてくださるの。去年神託を迎えたのは確かリーウェイ七世の幽変。ああ、それならオイラも知ってるぞ。モンドが自由の都であるように、リーウェイは契約の国で商業と貿易を大切にしてるんだ。七つの勢力を代表する七人の商人、リーユエ七世がこの国の実質的な管理者だぞ。あら、他国の人はいつもそう言うのよね。私たちにとってリーユエの真の管理者はずっと元王帝君よ。七世は人間、帝君は神様。モンドには自由の神様がいないけど、私たちのところは違う。ちゃんと神様が存在するの。口で説明するのも難しいわね。あなたたちもリーウェイ校にいればおのずと分かってくるはずよ。神のいない城を離れた次は私たちの国、神と共にある歴史を体験するといいわ。リーウェイ校ね。あれ、リーウェイ校はシャンリンがいる場所だよね。やあ君たち、七星ゲーセン儀式を見るために他国から来たのかな。熱心だね。そういえばこのリーユエに数十年も暮らしてるのに、私は一度も見に行ったことないよ。へえ、地元の人たちはそうでもないって感じか。これが地元だからこそ行かない名所というやつかそれはさておき、君たちの旅路に幸があらんことを祈ってるよ。
関心があるのかないのか。こっちは道具屋か。ああ、食事かな。ああ、入れる感じだね。君たちも七星ゲーセン儀式を見たいのかい？私もさ、ここの誰もが見たがる儀式だからね。商人としてリーウェの最も重要な祭事に関心を持たないわけにはいかない。昨年の新宅にあった17のお言葉は市場に大きな影響を与えたんだよ。それに今年に入ってからずっと天守園の行幸様が動くという噂も耳にするしね。神の目の持ち主が元素の力で作った岩石を彼女は税務上の鉱石の範囲から除外したいらしい。かなり専門的な話だな。新宅と市場に関心を持つ人々が多いのもこの貿易港の魅力の一つだ。岩王帝君はね、七神の中で最も古い人柱なんだ。その先を見据える目を我々はいつだって頼ってきた。それに今年の新宅を1秒でも早く知れれば他の人よりも早く儲けることができるかもしれないからね。儲ける？どこに行けば継戦儀式が見れるんだ？そうだな、ここからだと距離があるし細かな道の名前を言ってもきっと覚えられないと思う。とりあえず玉境内へ行きな。高いところを目指すといい。そこはこの港で最も高い場所にある。ほら、高いってだけで神と対話するにはうってつけの場所な気がするだろ。さあ、親切に教えてもらって。高いところね、ここか。意外と近そうだね。で、こっちかな？あ、なんか集まってるね。もう今にも始まりそうな感じだけど。ゲーセン儀式の日に願い事をすると叶うって聞いたぞ。試してみたらどうだ？願うと叶うか。に願い事をすると帝君と仙人たちの加護を得られるんだ。こっちはもう願いが済んだから、ここは君に譲ろう。ありがとう。兄が早く見つかりますようにと。さあ、もう一つ。リーウェは初めてかい？実は私も初めて七星ゲーセン儀式を見に来たんだ。ほら、あれがリーウェ七星の天守園行幸様だよ。リーウェを管理する者にゲーセン儀式を仕切る資格が与えられるんだ。そうだ、知ってるかい？リーウェの仙人たちの多くは獣の形をしていてね。岩王帝君自身もこのような公式の場では半分麒麟半分竜の姿を見せるらしい。ああ、願い事の邪魔をしたら悪いね。さあ、この場所は君に譲るよ。願い事もしたし、あとはここで儀式が始まるのを待つか。
教皇様の準備はあとどれくらい必要なんだろうな。さあ仙人を迎えると、そろそろかな。うわ、人がたくさんいるぞ。もう少し前に行こう。後ろにいたら何も見えないぞ。時は満ちた。テイ君が殺害された。この場を封鎖しろ。神はあの時の敵かもしれない。確かに逃げたけどね。たくさんいるぞ。お前の言う通りだ。お前の身分は変わってるから犯人じゃないけど、捕まると危ない。けど本当にここから出られるのか。さあ、あそこまで行こうということだけど、もろに見られるね。それならば、左からだね。意外とそうでもないかなと思ったらいたね、ここにね。しっかり仕事してんな。まあね、こっそり逃げようとした地点でね。動かないで。
急げ。ついてきて。魔法で飛ぶには筋肉使わないよ。思いやりが足りないぞ。オイラの幻想の翼はめちゃくちゃ疲れて。あ、そうだ。お前何者だ。タルタリアだ。講師と呼んでくれていいよ。講師。うわ、オイラたちを助けたからって見下してないか。そんなつもりはないさ。名前というものはただの記号だからね。例えば君たちはモンドで宿女に会ったね。お、知ってるの。宿女、講師。お前ファデュイの執行官か。はあ、そう怖い顔しないで。別に喧嘩を売りに来たわけじゃないから。どうやら宿女は君たちに悪い印象を与えたようだね。ふん、あの女のことは俺も好きじゃないんだよ。ってことは宿女だいぶ勝手が効いてるんだね。ひとまずあの女がしたことは一旦忘れてくれ。俺は君たちを助けに来たんだよ。ほら、行った行ったってはい、助けに。そうだよ、助けに。俺は悪いやつじゃな、いや、まあ悪いやつか。とにかく君たちと喧嘩したいわけじゃない。とりあえずこいつを倒すなんて考えは一旦置いておいてくれない。サンキューな、騎士さん。君のモンドでの活躍は聞いたよ。だからさっきの儀式中、君のことを少し観察させてもらった。だからこそ君に怪しい動きはなかったと知っている。神を殺した犯人は別にいるだろう。けど嘆かわしいかな、ファデュイはスネージナヤの使者だ。こんな大きな事件に対して俺の証言は信じてもらえないだろうね。リーウェを統治する七星はいつだって俺たちを疑惑の眼差しで見てくる。それはファデュイのせいだと思うけど。それは否定した方がいいのかな。まあいいさ、知らない人と距離を置くのは賢明な判断だ。俺も警戒されるのには慣れている。しかしこの状況下で犯人の疑いを晴らしたいのなら、君には北国銀行まで来てもらう必要がある。それにここに留まり続けるのも良くない。リーウェには壁に耳ありということわざがあるからね。さあ逃げるか。まさかね、宿女と同じくらいのメンバーが来るとは。ってことはここにも神の心を取りに来てるのかっていう感じだよね。ジュエリーは品切れ中だが珍しいものもあるよ。ぜひとも冒険者協会に入会を。銀行は上か。あったあったあった。なんで銀行なんだろうね。北国銀行だからあれか、こいつらの隠れ家か。北国銀行。そう、ここはスネージナヤがリーウェに開設した銀行だ。リーウェはテイワットで最も盛んな商業の中心地だけど、うちの国にもお金はたんまりとあるからね。まあ貧乏な国だったら上から目線の偉そうな外交官をセピロス騎士団に派遣する余裕なんてないだろうしな。はい、これを君に。これは？さてね、時としてお金で物は買えても名前は買えない。簡単に言うとこれは目印となるものだよ。三眼五剣仙人が君に危害を加えないためのものさ。仙人だって。
城を出て北に向かうと桐原の西に石林がある。絶雲の間という場所だ。リーウェの人々はその地に仙人たちが暮らしていると信じている。信じているということはただの伝説。彼らはその伝説を信じてる。だから人々は絶雲の間の近くまで足を運んで仙人にお参りしても中に入ろうとは一切しない。でも俺は信じる必要なんてないんだ。なぜなら絶雲の間に仙人が確実に存在していることを俺は知ってるからね。ファデュイの情報網ってすごそうだな。でも仙人に会ってどうするんだ？ねえおちびちゃん、人々が仙人にお願いするときってどんなときだと思う？その多くが金のためであり、病を治すためであり、良縁を結ぶためだ。そして君たちは真相のため。真相？七星が仙岩軍を派遣したのは儀式を見た者の中から犯人を探そうとしたからだ。しかしただの凡人があの仙軍を一掃したという武神を簡単に殺せると思うかい？元神は別に神の力を捨てたわけじゃないんだよ。こんな雑な対応七星らしくない。おそらく真犯人を隠すため、もしくは別の何かを隠すためかもしれない。詳細は俺にもわからない。今北国銀行が仙岩軍の捜査を遅らせてはいるが、それもずっとは続かない。それに仙人には関係がないからね。リーウェは元神と仙人たちが共に作った地だ。もちろん武力で。仙人の元へ行くといい。七星の使者より早くねじ曲げられていない真実を彼らに伝えるんだ。今このリーウェで君を助けてくれる人物は他ならぬ絶雲の間の三眼五剣仙人たちだけだよ。仙人か。近畿滅却の札。で仙人はどちら様に？ちょっと待った、めちゃくちゃ上じゃね？遠いね。そしたらルート的にこういう感じで行こうかな。そうか。まあでも今回はちょっとここまでにしようか。次回はそうだね。この先進んでいって、まあこの辺りでね、ちょっと開始したいなと思います。ということで、新しいキャラも出てきたね。名前がナディアか。違う。ナディアこっちだもんね。あ、話しかけれなくなった。タルタリアか。まあちょっとイケメンで強そうな感じだったけどね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。